ち上げました。ライト金子です。初球から攻撃打っていって出たが、今度はセンターです。打ち上げた、高く舞い上がった。柳田の打球ですが、センターの長谷川ナイスキャッチを見せた。変化球が多くなり、まあ、特にスライダーのイメージがすごく強いという話でしたね、はい。まあ、そしてクイック、変化球スライダーか、ショートゴロです。今度はインサイドスライダーか、見事に。ちょっとマウンドを気にしていますが、この回三者凡退に。レフトに上がって追い、右中間の打球上がっただけで伸びていきません。今日最初のバッターボックスは右中間に大きな当たりのフライでしたが、初球攻撃がファーストゴロ、打ち上げましたが右中間の打球やや詰まった、見逃しの三振。打たされるというかね、そういう形にはなりますもんね。これもそうですか。サードゴロ感じるというかですね。空振り三振でこれでツーアウト。フォアボール、デッドボール。低めの球打ち上げて源田が取りました。空振りの三振。セカンドゴロ。打ち上げました、変化球。ライトが出てきます。金子がセカンドゴロ、柔らかいバウンド、トスしてどうか、一塁はアウト。高めの球引っ張ったがファーストゴロでラッキーセブン。7回の裏、ホークス三者凡退です。